2007年スーパーバイク世界選手権第10戦でブランズハッチを走る香が山まゆ香おかがは神奈川県横浜市出身のオートバイロードレースライダー2003年から日本人として初めてブリティッシュスーパーバイク選手権フル参戦2005年よりスーパーバイク世界選手権参戦 BSB 以前は 鈴木ワークスより全日本ロードレース選手権に参戦しつつテストライダーを務めた。2011年に自らのチーム、チーム化が山を立ち上げ9年ぶりに全日本ロードレース選手権に本格復帰する。レース中の転倒及び怪我が非常に多い。全日本参戦者年度となった1995年は12戦で24回転倒したほか1998年に ポールリカールサーキットで両手首を骨折してから大きな怪我を重ねた。特に BSB 参戦中の2003年には稼エ L パークでのレースで転倒し骨盤複雑骨折、脊椎圧迫、内臓破裂、尿管損傷に加え感染症で体が痙攣し始めて帰国があと1日遅かったら命がなかったと言われたほどの大怪我を疑念疫。 続行が危ぶまれたが、それでも現役復帰を果たしたため、業界関係者の間では、鉄人の異名を取っている。2021年には全日本ロードレース第2戦、鈴鹿において、JSB1000 クラスにおける最年長、表彰台記録を自身で塗り替えた。ありがとうございます。